三重県立川越高等学校は、三重県三重郡川越町にある公立高等学校2002年から2004年まで、スーパーイングリッシュランゲージハイスクール認定校であった。普通科、国際分離科を有し、普通科定員200名、国際分離科定員80名からなる、進む学校である。際分離科の前身が英語科であったことから、どちらかといえば、 文系の進学志向が多く、例年男子生徒よりも、女子生徒の比率の方が高い。国際分離科は、前期選抜において、学校独自の方法が取れる、自己推薦選抜を導入している。2012年入学生より、英語科は、国際分離科へ改編され、理系学部への進学が可能となった。近畿日本鉄道名古屋線の沿線にあり、最寄り駅は、 伊勢朝日駅及び川越と津原駅である。通常、桑名方面から通学する生徒は、伊勢朝日駅を、四日市方面から通学する生徒は、川越と津原駅を利用している。JR 関西本線を利用する場合は、朝日駅が、最寄りの駅となる。駅からは、徒歩で20分程度かかるため、ほとんどの電車通学者が、駅から学校までは自転車を用いている。 ありがとうございます。